おはようございます。国さんです。今ですね、私は成田空港の第2ターミナルに今来ております。それでね、今回ね、飛行機に乗りまして、北海道のね、新千歳空港の方に行こうかなって思ってます。それでね、今回ご紹介する内容なんですけども、今現在ね、7月の18日の成田空港なんですけども、このね、空港のね、状況が今どうなってるのかっていうところをね、皆様にご紹介していきたいなと思っております。このコロナ後のね、飛行機が飛ぶようになってからの成田空港、そして新千歳空港、こちらのね、2つの方の空港をね、どんな感じなのかっていうところをね、ご紹介していこうかなと思ってます。それではね、まずね、国際線がよく出てる今いる第2ターミナルの方のチェックインカウンター近辺とフードコーナーですね、4階にあります。それとね、今回乗るのはピーチの LCC なので第3ターミナルの方から乗るんですけども、こちらのね、第3ターミナルの方もね、どんな感じなのか、国内線が結構多く飛んでる空港なので、今国内線はかなり飛んでますので、人混みがね、どんな感じになってるのかっていうところもね、確認していこうかなと思ってます。それではね、第2ターミナルの方から行ってみます。はい、第2ターミナルね、チェックインカウンター近辺の方に来ました。すごいね、ガラガラ、少ないです。やっぱ国際線のところはダメですね、全然少ないです。それでね、チェックインカウンターの案内の方に来たんですけども、こんな感じになります。やっぱ海外はね、今現状飛べない状況になってるんで、ほとんど欠航ですね。アメリカの方はね、サンフランシスコ、ダラスとか、そちらの方は飛んでるみたいですね。あと香港も飛んでますね。あとドバイとか台北、高雄とかね、飛んでますね。まあ全体的なね、もう8割9割もう9割ぐらいは飛んでないですね。国際線のね、第2ターミナルの今のフライトの状況でした。こんな感じですね。はい、4階の方にね、来ました。4階からね、チェックインカウンター全体をね、見渡してみると、こんな感じでガラガラです。めっちゃガラガラだ。3月のね、20日にもね、 YouTube の動画ね、レビューしたんですけどもね、その時とあんま変わらないですね。それではね、4階のね、フードコーナーのところね、どんな感じなのか見ていきたいと思うんですけども、もう目の前のね、お蕎麦屋さんやってませんね。張り紙を見てみますとね、4月9日から当面の間は休業という形になってますね。でこちらはね、左側ね、こちらラウンジですね。でこちらがね、元祖寿司という回転寿司、結構美味しいんですけどね、ここね。でここもね、ここのお蕎麦屋さんと同じ感じで、ここもね、当面の間は休業という形になってました。はい、じゃあこちらの方に向かいましょう。こちらも来てみますと、こっちもシャッター閉まっちゃってますね。こちらもやってません。奥側にあります築地の寿司吉さん、こちらもやってませんね。こっちのとんかつ屋さんもやってますね。こちらもやってません。こちらも臨時休業となってますね。でこちらのお蕎麦屋さんの方は準備中、多分開くんかもしれませんね。はい、この2箇所ですね、ここは。それではね、今度は左の方にね、行ってみますか。はい、次のねフロアに来ました。プラザさんの方はやってますね。はい、カメラの北村さん、こちらがやってますね。はい、こちらのマクドナルドはやってます。豚骨ラーメンの一郎さんやってませんね。いやー、お昼ここで食いたかったんだけどな、残念。まあしょうがないですね。でこっちのチーズタンタン麺屋さんもね、お休みです。でこちらの中華料理屋さんの方はやってましたね。はい、じゃあ次に向かいます。次のフロアに行きました。こちらの本屋さんの方もお休み。でこちらの洋食屋さんもお休みですね。でここの人気のお盆でご飯さん、ここもね結構有名なんですけど、お休みですね。でコンビニのセブンイレブンはやってますね。はい、ここもお休みですね。
隣にある銀どこさんの方もお休みです。うわめちゃくちゃやってねえな。それではね、4階の方はねこんな感じでねお店があまりやってませんでしたね。はい、それではね第3ターミナルの方にね向かいたいと思います。はい、はい、第3ターミナルに着きました。結構ね国内線が多いのでね結構こっちは人は多いですね。はい、それではねとりあえずご飯の方ね食べていこうかなと思います。はい、あれ？いつの間にかこんなのできてたんですね。本屋さんあとお土産コーナーですね。こちらの方にローソンが結構大きいですね、このコンビニ。はい、あ、フードスペース伸びたんだ。ああ、なるほど。前ね、こっち壁だったんですよね。シャッターみたいな感じで通れなくなってて、お店を増やすのと席を増やすためにこちらがね新しくできてたんですね。まあ、フードコートがねこんな感じになってます。やっぱ国内線が多いので、うん、人はねやっぱ第3ターミナルは人は多いですね。といえどまあそんなに満席という感じじゃないのでフードコートはこんな感じです。今フードコートのね席にいるんですけども、お店はね3軒しかやってませんね。一番右側がねウィンガーハットで、その左隣がフレッシュネスバーガー、それで一番左奥の方にねラット25っていうねカフェですね。その3つのお店しかやってませんでした。お寿司屋さんとかねここあったんですけども、そこはねシャッター閉まってましたね。とりあえずねフードコートの方はこんな感じです。今回はねウィンガーハットの冷やしちゃんぽん頼んでみました。これで660円に買います。はい、エビも結構ね、プリプリやね。うん、おいしい。野菜がね、結構入ってるからいいですね。麺もね、すごいコシがあります。うん、おいしい。結構クリーミーです。検査の方ね通ってきました。ではね搭乗口の方に行きたいと思います。新千歳のね2階のね出発ロビーの方に来たんですけども、まあこんな感じで
成田空港とそんなに変わらないですね。大差ないような感じですね、人の量は。こっちの方はね、Bゲートになってて、この先がね、国際線になってるみたいなんで、ちょっとそっちの方に行ってみますかね。それではね、ちょっと行ってみます。それじゃあね、こっちがね、国際線ってなってるんですけども、途中にね、ショッピングワールドって形で販売店舗あるみたいなんで、こっちの方もね、見てみようと思います。こっちの方はね、まあ人はわりかしまあまあな感じで人はいますね。はい、やっぱりね、沖縄とね、この北海道の新千歳はね、国内で人気な観光スポットの最寄り空港なので、わりかし人はいますね。はい、今ね、3階のね、食堂関連があるね、階に来ました。で、3階と2階がね、吹き抜けになってますんで、そこの場所を今撮影してるんですけども、今こんな感じで人がね、いるような感じですね。現在ね、6時25分になるんですけども、普通だったらね、もっといるんじゃないかなとは思うんですけども、コロナ後にね、飛行機が飛ぶようになってからの新千歳空港はね、現在こんな感じになってます。やっぱり少ないような感じですね。はい、はい、今の現在地がここなんですね。国内線はね、こっちにですね、これを右にね、ずっと行きますと、こちらの方に国際線ターミナルがこんな感じであるような感じですね。はい、ちょっとね、ここの一本の通路がね、結構遠いんですよ。実際見てみますとね、こんな感じで結構遠いんですよね。まあ頑張って歩きますか。じゃあ行きます。はい、国際線の方に今向かってますけど、後ろね、ガラガラ。自分のね、目の前もね、ガラガラなんですよ。ほら、人がいない。全然こんな感じで人がいないってことは、やっぱいないみたいな感じっすよね。はい、今やっとね、国際線のね、出発ロビーの方にね、着きました。こんな感じになってます。誰も一人いないですね。うん、それでね、どういう便が出てるのかって言いますと、こんな感じでスクートで台北行きとチャイナエアラインですね。あ、タカオですね、カオシャン、この2便が書いてあるんですけど、結構みたいです。まあさすがに海外は行きませんね。案内の方はね、こんな感じになってます。はい、それではね、別なところをご紹介していこうと思います。それでは向かいます。はい、北海道に着いたらね、一番最初に来るんだったらここなんですよ。やっぱ雪印パーラーでバニラのソフトクリームを買うっていうことでね。いやー、ソフトクリームうまいんですよね、やっぱ。じゃあ買いに行ってきます。はい、投票になります。皆様いかがだったでしょうか。現在のね、成田空港と新千歳空港はね、現在このような感じになってます。コロナ後のね、飛行機のね、今乗ってらっしゃる方の状況はね、こんな感じになるんですけども、乗る乗らないはね、皆さん意見様々だと思います。なのでね、皆さん乗るときはね、注意してちゃんとマスクをつけて乗るような形をね、撮ってみてください。はい、もしね、この動画はね、ちょっとでもね、ためになったよっていうのでありましたらね、高評価のボタンをね、グッドボタンね、よろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてないという方がおられましたら、ぜひとも下にね、チャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録の方をね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、おざす。それではまた、バイバーイ。Oh, we're gonna fall in love. You get-